はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回も、使用する艦はアイワですね。まあ、やっぱティアナナ戦艦の中で艦長が揃っていて一番使いやすいので、まあ、しょっちゅうね、まあ、こうやって実況していこうかなと思ってるんですけど、まあ、アイワはまたね、この安息の地ですけど、安息の地はね、非常に、まあ、戦艦にとってもね、戦いやすいマップでね、てかいっぱい多くのね、敵に出くわせるし、まあ、今回ね、駆逐艦がいないということでね、ちょっと気合い入れてやっていこうということで、まあ、録画しているんですけど、まあ、まずね、この初手で戦闘機をね、発艦させることで、あの島裏のね、敵を見つけることができるので、まあ、なるべくね、戦闘機持ってる艦がいれば、まあ、できればね、上げてほしいかなといった感じですね。さあ、じゃあ早速ヒッパーが見えたので、もう撃っていきます。まあ、自分もね、日本戦艦で高木武雄か、近藤信武ですか、が手に入れば、もっとね乗っていきたいんですけど、なかなかねまだガチャで引けてなくて。おっと、ヴァンガードが見えましたね。さあ、ヴァンガード、まあ非常にあの状態ではこちらから優位に狙えると思うので、ちょっと撃っていきますか。うん、でも迷彩効果でちょっとばらけるな。あー、でもいった。さあ、機関も破壊したので、なかなか直しませんね。角度的にすごい良かったのでもう一回狙いたいんですが、来た、さあ行け。おお、いた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 。この位置取りはヴァンガード、これまずかなりね、やばそう。これはまだ撃ってくるってことは、とどめいけるかな。消えちゃったか。まあ、消えても、ちょっと予想して撃ってみましょう。今、5万6000ですが、うん、まだ4000ダメージいきましたね。あ、やばい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 、これ、アイワがあんなとこにいたか。これは抜かれるか。いやー、大丈夫だったか。これラッキーでしたね。ちょっとね、中央からアイワが来てましたね。ちょっとあの縦のアイワ狙っても意味なさそうだけど、まあ、とりあえず狙っていきましょう。上から落とす感じで。4000か。あー、危ない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 。ちょっと。大丈夫か。俺のせいでね、防角抜かれたらかわいそう。ヒッパーがめちゃくちゃ突っ込んでるんで、これヒッパーの横取って撃ちましょうか。私が、さあ、あー、見えなくなっちゃった。いやー、今の撃ったけどこれ見えなかったから、これ当たんないんじゃないかな。あー、ロック外れちゃったんで、これ完全照準ずれましたね。また見えなくなったけど、これ誰か中央の部隊航空機飛ばしてくれないかな。そうしたら見えるんだが、あ、見えた見えた見えた。航空機はね、意外に偵察に重要ですよね、このゲーム。あー、ちょっと上すぎたか。まあでも、いずれにしろ次にとどめですね。しっかりと狙って、完全に諦めてますかね、停止してる。あ、OK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 。なんか目の前にいますね、よく見たら、マップを。なんだなんだあれ。ヨルクか。ちょっとまたヴァンガードが撃てそうな角度に来てるんだけど、てか、ヨルク、味方のヨルクやられてたか。ここは、ヨルク突っ込んでくるかな。じゃあ自分もちょっと前進して余力仕留めましょうか。さあ、これは痛いぞ。
ああ、でもちょっと残った。さあ、これ魚雷攻撃が来るんで、前進して回避しながら。ああ、でもこれ複砲で火災起こったんで、これ多分撃沈できますね。で、じゃあ奥のバンガード狙いましょう。艦をね、奥に移動しているので、若干ね、この、寄水性のラインを上に上げて、魚雷は大丈夫ですね。砲撃してあげると。うん、まあ、そんなにダメージいかなかったな。これなんか今、左から何か撃ってきましたけど、これ何がいるんだ？表面にはアイワとバンガードがいるんで、なんか今まで発見されてない艦が多分左にいるのかな、これ。艦載機が多分見つけてくれると思うんですけど。何がいるんだこれ。ボルチモアか、あ、アトランタか。あ、やべえ。魚雷持ってるじゃんこいつ。ちょっとまずいかな。ちょっと一回停止して、いや、アトランタを過貫通してしまうよね。ちょっとまずい感じになりましたけど、味方の援護が。これ魚雷来るぞ。まだでもこれで一気に艦を横に見せて魚雷撃ってくるはず。いやー、ナイスナイス援護。これでもう大丈夫でしょう。 OK。 いやー、過貫通するんでね、アトランタは。魚雷も撃ってないですかね。あの角度じゃ多分撃てなかったと思うんで、大丈夫そうですね。さあ、じゃあ中央部のアイワですね。まずは散々撃ってきましたけど、バンガードまた撃って、まあでもこれ迷彩効果ですかね。すごい散らばりますね。あ、いった。なかなか面白い。なんかどの弾が貫通したんだろう。さあ、ちょっとこれアイワと、まあ戦艦2隻でね、行こうと思うんですが、連携プレイですね。なるべくこの上の構造物狙って、できれば主砲を停止させたいですが、うん、まあでもダメージ自体は出せましたね。こちらも狙われないように艦を斜めにします。これ本拠点方面危ないから、これ下の3隻はちょっと防衛に回ってほしいなという、ちょっと思いもありますけど、まあ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 、まだね、占領はそんな始まらないと思う。まあ、こちらがアイワを倒して占領すると。あれ、いやでもこれまずいな。ちょっとなんか戦艦、下のなんか戦艦が、うーん、ちょ、完全になんか多分これ防衛する意図がなさそうなので、ちょっとここ自分ちょっとこれ大回答して、敵前大回答して、これちょっと防衛に戻るしかなさそうだな。あー、これはダメだ。撃つ場所悪かった。うーん、ちょっとこれ防衛に回らないとこれ負けますね、これ普通に。何やってんだろう、あの人。うん、あ、モガミもう瀕死か。ちょっとモガミで防衛は難しそうだし、うーん、ちょっと一回、まあ、拠点変わりますか。ちょっと、うん、ここで戻らないとなんかマジで負け。あのアイオが戻ってくれればいいんですけどね。完全にこれ拠点にしか進んでない。うーん、モガミも拠点防衛してないのかな。これやばいな。ちょっと地味にやばいな、これ。1回でもいいから妨害してくれればいいんですけど、これやばいぞ。てか、キングジョージ勝てるか、これ相場に。ちょっと戦時止めないの、マジで。うわー、これ砲撃通んないな、この角度。あー、やられちゃった。まずいな、ちょっとこれは。ちょ、モガミも何やってんだこれ。やばいぞこれ。
これはちょっと左、わかりますかね？このマップの、この今自分が目の前にあるこの中央の島、これをですね、ちょっと左から迂回していかないと、これ敵捕らえられないんで、これ行くしかないんですけど、これ危ないぞ、これ本当に。早く妨害し、一回でもいいから妨害してくれりゃいいんだけど。戦艦はこれダメだな、完全に。うわー、これ車線通んないか。やばいな、これ防衛しないと。防衛しないとやばいんだけど。ちょっとアイオンも倒しない、倒さないと。これはまあでも、モアミが防衛してくれるでしょう、位置的に。これはやばいぞ。とにかくこのアイオンは沈めて、あ、見えたから妨害できるでしょ。一回、最上に妨害してもらって、危ないよ、本当に。占領完了したぞ、これ。どうなってんの？あー、島に隠れてんのか。危ない、危ない、危ない、やば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 い、ちょっと。あ、これ、やばい。お、負けじゃん、これ。いやー、こんなことで、これ NG か。いや、間に合わん。あ、間に合った。やぶねえ。ちょ、勘弁してくれ、マジで。あ、俺もちょっとあれだったけど、普通にね、やっぱどうしても生き残りたかったのかな。ここはね、身を挺して一回でもいいから防衛してくれれば。すげえギリギリ。いや、負けるかと思った、普通に。もう戦艦に至ってはもう全て完全に遅れちゃってるじゃん。最優遇になっちゃってるけど。まあでもちょっとね、これは危なかったですね。もうちょっと自分としてはまあ、やってることはやってたんで、まあね、ちょっと自分だったら、あれは多分1回でもいいから妨害するって考えだったんですけど、ちょっとそうじゃない人もいますからね。まあ、自分はどうしても生き残りたいっていう人もやっぱいますから、そこをちょっと推し量ることができなかった。感じのちょっとミスだったと思うんですけど、危なかったですね。まあでもあと2隻なんで、まあもう勝ちは確定かなといった感じですけど、オルラドとボルチマですからね。先にこのボルチマ見えるかな。わあ、撃ってきた。さあ、こんにちはといった感じで。あー、島に当たっちゃったか。いや、ここはもう突っ込みましょう。で、ボルチモアは観衆付近から。これはもうボルチマ倒して突貫しましょうか。体当たりしましょうか。まあ、最後ですしね。まあ自分としては別にいいので、これボルチマ沈めて。いやー、危なかったな。しかしこの試合。いや、もうちょっとね、早い段階で妨害してくれれば、全て丸く収まったんですけど、最後めっちゃ削りやがった、あいつ。まあいいや。さあ、ということで、まあ、今回はね、アイワでしたけど、まあ、やっぱアイワ強えなっていうね、まあ、感想しか出ないですけど、今回でもちょっと危なかったですね。でも7キルか。すごい。7キルクラーケン204,789ダメージ。まあ、やっぱアイワね、ひたすら砲撃していくだけで強力。7キルってすごいな、でも。といった感じでした。まあ、今回ね、ちょっと危なかったんですけど、まあ、でも結果的にやっぱちゃんと戻っといて正解でしたねといった感じでしたね。いやー、まあそれではね、今回アイワを使った動画でした。まあまたね、アイワどんどん使っていこうと思います。弱体化される前に。まあ弱体化されないと思いますけどね。というわけでご視聴ありがとうございました。